皆さんこんにちは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡でございます。本日はですね、初めての、番組といいましょうか、企画の試みになるんですけれども、表現者クライテリオン保守思想誌表現者クライテリオンでですね、この度、脳を語るというシリーズを始めることとなりました。表現者クライテリオンも4年以上創刊されてから、表現者から表現者クライテリオンにこう変えてからですね、ずっと農業というのを取り上げてまいりました。そのシリーズ名がですね、農は国の元なりということで、農業というものは、農というものはもうその国家のもう根幹中の、根幹なんだと。とりわけ日本の場合は瑞穂の国というふうに言われるほど、農業というものとその国家の成り立ちという深い関係がありますから、農は国の元なりということで、オムニバスのシリーズでですね、いろいろな論客の方に書いていただいてまいりました。で、やはりその保守思想というものを考えるときに、農業というのがですね、なかなか取り上げられないときが、そういうケースが多いなということを私、表現者クライテリオンを始めるときにすごく思ってたんですね。表現者クライテリオンというのはもちろん保守思想として、もちろん軍事の問題ですとか、それから政治経済の話、それからコミュニティの話、それから皇室の話、いろんなことを論じていくんですけど、やっぱりもっと空間と保守といいましょうか、空間に関わるものというのが、これまでの保守思想保守論断の中で手薄だったんじゃないかなという思いがありました。そんな中で表現者クライテリオン、先日ながら編集長を仰せ使って新しい保守思想誌を作るにあたってはどうしても入れたものが2つあったんですね。1つが国土の話、そしてもう1つが脳の話。この2つをですね、抜いた上で保守思想を語るというのはですね、もう根本的な何か大切なものを抜かしながら保守思想を語っているようなもので、味噌汁を作る時にだし入れ忘れたみたいな、そんな味気なさというものを僕は実は保守の論壇の中で若い頃20代30代っていうんですかね、40ぐらいまでいろいろとお仕事しているうちに感じてたので、編集長となって雑誌編集をするようになってはやっぱりだし入れたいと。いうことで、国土の問題と脳の問題というのを取り入れるということにいたしました。でその中で脳は国の元なりということで、いろんな方に書いてきていただいてたわけですけども、その中で最も登場回数が多かった方に今日は第1回のゲストとしてお越しいただいて、装いを変えてですね、脳を語るということで、よりこの農業をですね、多角的に多面的に身近な話題としてですね、こうクローズアップしてですね、一人でも多くの方に、あ、農業って必要やなっていう、この当たり前の常識を、少なくともこの保守思想誌保守論壇の中で、再構築していきたいなと、そんな思いで始めたのが、脳を語るというシリーズであります。で、今しがた申し上げましたですけど、その第一回のゲストに今日お越しいただいておりますのが東京大学農学部でも皆さんご案内だと思います、鈴木信弘教授でございます。どうぞ今日はよろしくお願いします。どうも鈴木でございます、よろしくお願いします。で、先ほども少し申し上げましたですけど、この脳は国の元なりのこのシリーズを始めるにあたって一番最初に書いていただいたのも鈴木さんだったんじゃないかなと、そうですね、思いますし、で断るごとになんか政権変わったら、いやこれどうなってますか先生とかで、ね、書いていただいたり、いや TPP これどうですかいうこと、僕はやっぱりこう国土の方は、工学部の中でいろいろと研究してまいりましたけど、農業というのは本当にもう、いくつかの本と聞きかじった程度の情報しか私持っていないということで、いつも鈴木先生の話をお聞きしておりましたので、やっぱり第一回の新しい新シリーズの第一回のゲストでとしてはですね、鈴木先生にご登壇いただきたいということでご登壇いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。でこのシリーズはですね、今までこうどうしてもこう脳は国の元なりとこういう原稿を書き、原稿シリーズですちょっと硬くなるところをですね、こう肉声でいろいろと農業について語っていただいて、でこれで1時間前後ですねお話しいただいて、これをこういくつかに分けて雑誌に載せて編集して載せていくんですけど、もうその立体的に農業というものを
フィール感じていただきたいということで、うん、もうそのままその取材風景を動画で流そうというのがもう今回の企画になっております、うん、はい、ですからあの鈴木先生のご本とかで僕いつもものすごい勉強しているんですけど、皆さんもね、あの視聴者の方も勉強されている方本当に多いと思うんですけど、何ですかね、あの今日はもう多角的に鈴木先生の農業について語っていただきたいということで、まずあの鈴木先生はあの東京大学農学部に入学というか、はい、まあ、理2で入学されて農学部にこう行かれると。いや、もともとですね、はいはい、私は文学部の方、文化三類ってとこに入りましてですね。ああ、そうなんですか。家は農家で一人息子だったんで、農業とは縁はあったんですけど、はいはい、本当は化石を掘ったり、それから日本文学をやったりとかですね。なるほど。そういうことに行きたくて、はい、文化に行ったんですけど、はい、うん、大学に全然行かなくなりまして、やっぱり田舎から出てきてですね、はい、東京に来ると、はい、もうそのカルチャーショックでですね、とても家から出れなくなりまして、まずあの昼間は寝てるんです、はいはい、で夜になると起きて、で渋谷の街にあのパチンコをしに行ってですねで朝方帰ってきて、はい、新聞見て寝ると、はいはい、そういう暮らしになってですね、あ、もう18、19あたりの1回生、はい、2回生の時、それで人との関係を遮断して、どうやって生きていくかを考えてた時に、で文学部のその、はい、あの恐竜を掘ったり、それから日本文学をやるところは結構人気があってですね、はい、なるほど。私のだって大学行かないんだから成績がもうビリなわけですよ。ああ、もういわゆる新振りってやつですね。進学不利わけで、ね、もう一人でもオーバーすると私があぶれるわけですよその時に救ってくれたのが農業経済学科というですね、そこはそれは文2の中にあるんですか。文2中心なんですけど、文系からも10人だけ枠があるんですけど、文系基本やっぱり理2の方が多いんですよね。そうですね、うん、あ、だけどもなるほど、あの文系からも10人枠があるんですが、あ、3人ぐらいしかいかんわけですなるほど。そうするとですね、なるほど、もうここしかないと、あ、いうことでですね、なるほど、家が農家で、ね、いろいろ頑張ってたから、はいはい、ね、農業経済行ったんだろうってみんな言ってくれるんですけど、はいはいはい、今日は本当のこと言ってしまいましたけどこれよろしいですか、これこのままあのアーカイブで YouTube に残ってしまいますけれど、実はそこはあんまりあの、はい、どっかの原点に あるということはね、なるほど、うん、流れてることは間違いないんだけども、そこはね単なる偶然の産物だった。あ、なるほど。だから今こういうことをやってるっていうのも、うん、本当は恐竜掘ってたかもしれないと、まあ、お金ないからダメだったかもしれないけど、ね、という流れから来た。これ新振りは3回の時、3回の4月ですか、新振り。あ、そうです、あの、そうですね、新振りはね、3年生になる時に、3年になる時ですね、はいはい、そこまではこう留年なかってこう上に行かれるんですね、行けれるんですね。いや、留年ありますよ。あ、はあ、はあ、うん、あ、もうそこ試験は通られて、そ、学校行かなくても、はいはい、ちゃんと当時はね、出席とかもないですから、そうそう、前日になんか持ってきてくれて、それで試験受ければ通るんで。なるほど、なるほど。それで、でも私はただね、このままの日本でいいのかと、ちょっと固い話になりますけど、ね、あ、いやいや、その時からそれも学生の時はもう、うん、もういろんなこと思いますから、硬いのから柔らかいのから、もう勉強からサボることからもう全部やりますからはいはい、あの、うん、古くは小学校4年生の時に、はい、私の伊勢志摩の国立公園が開発されていくのが、はい、これはあの良くないと。あ、だから伊勢島のご出身なんですか。三重県の、三重県の何市ですか。志摩半島阿賀湾で。阿賀湾、どちらですか、ご出身。宇方の隣の、宇方の隣の、うん、あの新名の隣の立神っていうとこなんですけど。ああ、僕いつも釣りでね、あの阿賀湾の先の御座白浜あそこら、御座白浜からあの船でこう行って、もう山ほど死ぬほど行きますよ、あそこ。あ、そうなんです。いや、もうめちゃくちゃ親近感ですよ。そんなことでもつながってたとはねいや、あそこはだってあのものすごく豊かな土地で、そう、だってあのあそこにあの陛下というか、あの大和姫ですか、大和姫があそこがあのすごく海の幸も山の幸も多いから、はい、あの伊勢神宮を作ろうと決めて、あそこに皇室の伊勢神宮を作ったという話を、まあ、その釣りてるおっさんが言ってたのほんまかとか知りませんけど、うん、そんなん聞きましたけど、だからやっぱり農業の根本ですよね、伊勢島。そう、ね、うん、伊勢はそうですよ。でうちはだから真珠の養殖ね、阿賀湾で、はい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 、でうなぎの養殖、牡蠣の養殖、海苔の養殖全部手伝って、で田んぼと畑と
野菜も作って、海の幸も山の幸もどっちも、そう、私は全てを自分で経験してたわけです。え、それで伊勢神宮が近いし、神の国ですからね。そうですね、やっぱりあの伊勢の人はね、はい、やっぱりそういう雰囲気があるって私見てもわからんと思いますけど、ね、いや、わかりますわかりますいやだってね、この国をこうお守りされようとされてるわけじゃないですか、能というところで、能が僕今回ね、国は能は国の元なりっていうので、うん、こうムニバスでこうやっててね、うん、なかなかね帰ってくださる方が少なかった。お願いしても、いやーとかって言ったり、こう、うん、いや私じゃなくてとかってね、いや、まあもちろんいろいろねお考えがあるので、我々の雑誌に書かれる書かれないっていうのはその方のご判断ですから、もちろん、ああ分かりましたっていうのは、もうご検討ありがとうございましたって、もう本当感謝しか当然ないんですけど、別の見方から考えますと、本当にね、農学の方ってその農業を愛してて、農業を守るということが瑞穂の国を守ること、そのままだということだと僕なんか外から見てて思うんですけど、だとしたらこの農業をないがしろにするこの近代日本、戦後日本というものに対して激しい憤りを持っておられるんだろうと僕は想像してて、でぜひお書きください、どんなテーマでもっていうことであれば、まあ、我々のようなこうね、もう雑誌が何ものものか分かりませんけど、まあ、言論という場で農業を守るための言論活動って、まあ、そんなにできないとしたら、書いてくださる方結構おられるんじゃないかなと思う中でもおられなかった中で、鈴木先生がめっちゃ書いてくださって、で TPP の時のあの鬼神のような戦い方はね、この人はねきっとね神が宿ってるなと僕はね、いやもう藤井先生と二人でね日曜討論とかでね、ああやりましたね TPP の、ね、そうですよ、懐かしい、金子先生とかねもう一緒に、いやそうだそうだ、あれはもうある種の国防戦ですからね、そうですね、国を守るっていう、何かに駆り立てられてね、そうですよ、私もやってました、まあ、国土ですか、大国主の御事側ですけどお伊勢さんだったら、それこそあのアマテラス側と、うん、まあ、国づくり国づり側みたいな、うん、国つかみ蟹つかみ的なね、はい、我々神じゃないとしても、僕が神じゃないとしてもこう、なんかそういうもので国土っていうのは守らなあかんっていう感じ、うん、てか農学の方たくさん書いてくださるのかと思うと、そうですね、で本当に杉先生ぐらいしかいなくてね、もうその謎が僕今ちょっとすみません喋りすぎて鈴木さんの話聞かなかった、いやだってもうすごい感動して、だって本当に素晴らしいところですもん、お伊勢さんって、いやだからお伊勢さんだけじゃなくて、あの阿呆湾とかもね、伊勢神宮を中心にしたね、あの地域のね、なんか空気っていうのはあります。そうですよ、皆さん行ってくださいよ、あの空気はやっぱり神が宿ってるんじゃないかと思う。いやもう完全にそうですもん、不思議な力があるわけですよね、もう伊勢津川渡ったらもう完全にそうですからあそこの、ね、自然とか、ね、環境を破壊しちゃいけないっていうのは、私は小学校4年生の時からね、何度感覚的に思ったんですよ。だからこういう国を改めなきゃいけないと、だから将来どうしようかと思った時に、で農業経済に行くんなら、ああそうかと、霞が関に行って、はいはい、日本を変える最初をそこから始めようと、農業経済学という国家公務員の一種の試験の分野があるんで、すみません僕勉強してなくて、そうなるんですね、法律経済なんかとは別に、まあ、法律経済の人は農業経済で入った人を人間じゃないって言いますけど、うん、いやでもそういうところがおかしいですよね、農業こそ大事なんだから、そうそうそう、この日本国家にとってというか諸外国においてもそうなんですから、うん、でもね法律経済の人はね、みんな農業経済の人をねしっかりとそれなりの知識持ってるから、うん、まあ、私はなかったけども、みんなこうに農業経済の人とかに働いてもらって、自分が局長とかになっていくわけですよ、うん、我々はそのために下から支える役割を、まあ、果たしてるっていうのは後で分かってきたんですけど、ともかくそう思って、なるほど、大学には行かなかったけどちゃんとその勉強だけして、もう3年生になった途端に、なるほど、国家意思を取られて、もう取っちゃった、1年浪人はしてたんで、あだからもうすでにそのところから、そのために、あ、日本を私なりに何とか真っ当な方向に持っていくために、微力ながらも力になれないかというような恐れ多いことを。それはご同期何人におられるんですか、農業経済の職種の。10人ぐらいですかね。あ、なるほどなるほど、はい、それはもう皆さん農学部、農水省に入られて。そうです、はい。ただね最近はですね、はい、農業経済で入った人を経産省が取ってくれるようになったんですよ。
本当そうですよね、うん、経済あでもいやでもねそこはね差し返しですねでもそれ裏があるんですよ。あのもうね農林水産省っていうのはね、はい、あの国を守ったりね、はい、国土を守ったりとか、はい、特別な機能があるなんていうバカなことはもうやめて巨大企業の利益になるかどうかで腹立つな考えなきゃいけないっていう政権の力が強くなってで農水省弾き飛ばされて官邸からで経産省制限みたいになってきたじゃないですか。そうですね、ね、その中で、農水省をあの取り込むための取り込んでもう経産省の一部にするというですね案が実際に今でも動いてるんですけども。だから農水局にしてやろうと、まあね、局になればまだいいですけどね。ブーぐらいですかね。それはもう終わりですね。でこの国でそのためにはもうね、はいはい、早めにね、はい、その人も使えるやつ集めておいて、はい、うん、あの人材もね取っとけという話になって、はい、うん、それで不思議なことが起こってきたわけですよ。だから農業の専門家が今何人ずつぐらい取ってるの。 2,3 人ずつぐらいですか。そうですね。あ、なるほど、うん、だから着々と準備は進んでるということですね。最悪や、うん、それは分かりやすいですよ。彼らは、ね、私も農水省15年おりましたんでね、はいはいはい、分かるけども経産省と農水省というのは権限の中でして、そうです ね、 ね、お互いあいつら人間じゃねえって言い合ってたんですけど、あ、そうですね、うん、ありますあります。でもね、まあ、農水省の方はあのね、まあ、どっちかというと人がいいですよまだ、ね、いやそうですよ、ね、私もいたぐらいですからね。いや本当に杉さんみたいな感じの方多いですの農水省お仕事してると。でもね、そうするとね、経産省にね、大抵やられちゃうわけですよ、はい、まあ、彼らはね、もうずる賢くて手が早い。あ、こんなこと言ってていいのかな。いや、いいんですよ、もう姑息でもうなんかね、どういう育て方されたんや、お前みたいな。いや、そうですね、とにかく自分たちが天下りするね、アメリカと結びついているような巨大企業の儲けになることをね、やるには生贄が必要だから、ね、農業を悪者にしとけみたいなね。それで散々刷り込まれてですよ。そうですよ、みんななんかね、洗脳政策、アメリカの洗脳政策もやられたけど、うん、もう日本の皆さんね、農業は悪者じゃないですか、なんか、うん、ね、農業、ね、農こそね、国の元なりって言ってくれて、本当ね、藤井先生がそう言ってくれて本当涙が出るほど嬉しかったですけど。でも農業系の方で書いてくださる方も少なかったんですよね。いやだから一般経済とか言うともう本当ね、うん、ただのね道具じゃないですか、儲けのね、うん、そうですよ。しかもね、儲けの道具になるか、うん、ならなければとにかく外国の貿易でね、あの、うん、巨大企業が儲けるための、うん、自動車が儲けるための差し出す材料に使う、うん、いい生贄が農業だみたいなね、うん、感じでしか考えてくれない、ね、一般経済の方は基本的にそうじゃないですか、うん、そうですね、だから経済学もね、うん、あのすごくやられて、うん、経済学者でもあり、うん、そして、まあ、いろんな国土を、ね、うん、強靭にするいろんな土地、うん、都市政策もやられてる、うんうん、そういうふうな我々と、ね、違うもっと広い範囲 の、うん、あの先生の中でね、うん、研究者の中で、うん、その農業が、ね、本当は一番大事なんだっていうこの当たり前のことを、うん、そうですよ、ね、どう考えたって一番大事ですよ、ね、と思うでしょ、思うでしょ、言っても当たり前ですよ。だって、ね、そういう人でもほとんどいないじゃないですか。これね、あのまず僕ちょっとねこれぜひ教えていただきたいんですけど、脳、うん、っていう言葉の意味は一般に何と教えてらっしゃるんですか、大学では。脳、農業の脳、ちょっと解説してくれませんか。僕ね、これね、分かんない。僕のイメージはあるんですけど、いやいや、それイメージはね、うん、あのまずあの我々国土あるいは土木、うん、土木っていうのはもともと築土鉱木なんですけど、うん、この国土に働きかけて、人為で働きかけて、そこに寄り添って働きかけて、そこの富をあるいは恵みをいただいて、うんうん、でその恵みをいただきながらその国土とともに共生していく、その栄誉を土木と、こう築土鉱木と、だから、土木だから土という、うん、土と木というその辺にあるものを人為でこう整えて、環境を整えて、で恵みをいただいて、でそのここで暮らしていくっていうのが土木だと思うんですよ。で農っていうのも 僕のイメージなんですけど、うん、これとほぼ一緒で、ほぼ一緒ですよ。で、うん、我々と土木、国土の土木と違うのはそこにこの食という概念が、うんうん、を中心に、うん、恵みをいただくという栄誉が
環境に働きかけてその食というものをいただく、うん、で働かけていただくという栄養が脳であって、うん、もうほぼ一緒だなと。そうです、考え方はほぼ一緒ですね、うん、もうその通りですよ。でも、うん、まさにその二酸化炭素と土とね、はい、水があってそこに太陽が降り注いで、うんうんうん、それをね最大限に使って、うんうん、そこで恵みをね植物を育てるわけじゃないですか、うんうん、それを人がいただいて、うん、で家畜もね、そうそうそう、食べて、うんうん、でそれで、うん、そこから出てきたまた、うん、飼料糞尿をまた土地に還元して、うんうん、それの自然エネルギーを完全に循環して恵みをいただいて、うん、またも戻して、それを永遠に循環させていくことで人々が生きていけるという、うん、この営みですよね。全宇宙のタオの流れがあって、うん、タオって道教でいうなんか流れがあって、うん、そこにこうはめるっていうか、うん、はまるっていうか、働きかけるっていうか、うん、生態系の中の一ちっちゃなちっぽけの存在としてそこで生きていくための、うん、まあ、技術というか栄養というかが脳であり土木だと、うん、そう思うんですね。だからこう斉藤公平なるね経済学者みたいなやつがおるんですけどね、うんうん、こいつがなんかマルクスがそういうことを実は言ってたんだよ、これから環境の時代だとか言うとるんですけど、いやお前が言う前に土木と脳でずっとやっとんねん、こっちは大国主と俺から伊勢神宮でずっと俺らやっとんねんっていうのであれ聞くとイライラするんですけど、だから環境制約なんて制約じゃなくて環境とともに生きていくっていうね。でこれほど大事なものがありますか。だって、うん、足の先から頭のてっぺんから足の先まで全部これ自然物ですって、うん、これビッグバンの残滓をここにやってるわけでしょ、うんうんうん、ほんでこれね、うん、循環の中 で、ね、水循環システムの一つにこう糞尿と、うん、ドリンキングウォーターがあるわけじゃないですか、うんうん、この状況が何が分からないんだ。でそこで脳をバカにするというのはね、うん、土木をバカにするというのはね、うん、人間をバカにしてるのと一緒なんですよ。そうですね、だから人間じゃないんですよそんな奴らはと僕は思うんですね。いやいや、うん、本当ですよ。じゃそうですよね。これだから別に言語化あえてしましたけど、別に言語化しなくったって、お前らもう二十歳超えたら分かるやろそれぐらいの話だと、うん、もう基本中の基本ですよね。思うんですよ、ね、それで我々ね生きてる、うん、生かされてる、うん、その営みをね、うんうん、しっかりとね続けていくというこのね、うん、循環、ね、自然循環、循環経済の源が脳であり、ねうん、土木であるわけですから。そうですよ、ね、これで計算書のあんな顔つきのね、くんねえつが出てきて、吐きそう、本当吐きそうですね計算書って。いやいや一人残らずというと大げさですけど、もうかなりな部分。いやいや、もうでも心強すぎてどうしましょう。でもまあまあそれが思想化した新自由主義という方々は本当そんな感じですよね。うん、そうですね。でも多分ね今鈴木先生のお話を聞きと思いましたけどね、みんなね伊勢の根室だとかね御座だとかに生まれてたらね、うんうん、もうちょっと良かったでしょうね日本は。そうですかね。絶対そうですよ、うん、まあ、私が生まれた奈良県生駒市というのも中途半端のところですけど都会に近い、でも生駒山というものがあって大阪の都市化エネルギーというものをそこで遮断をして、うん、万葉の里で千早ぶる神をも聞かず竜田川の竜田川沿いに僕生まれて、うん、そこで船やらザリガニとって生きてた、うん、でそこで15までいたっていうことと今の僕のこの番組も含めたともう完全にリンクしてます ね。いやすごくわかります、万葉なんですよ、だから僕の中ではあそこの空気も素晴らしいですね。あもうね僕はそう飛鳥とかね吉野とかも含めて、そうそう私も農水省に入って研修で1ヶ月間ね、はい、吉野の山の柿の農家に行ったんですけども、その間ずっと奈良を回ってですね、もう柿ね、もうそこ柿というともう道路にボタボタ落ちてるもんでしたから、なんか食べるもんじゃないと思ってましたね、そのぐらいね豊かなね自然の中でね、それでその万葉のね空気じゃないですか、まさにそこに私はすごくねこう心地よさを感じたんです。それなんかこう似てますね、こうお互いこう。そうなんですね。本当ね、ござ大好きでね、うん、最近は忙しいから行かなくなりましたけども、うん、15年ぐらい前までもう気が触れたように行ってましたよ。やっぱり何かがね、うん、こう導くんですよ。そう、それは賢島まで行ってね、うん、そこから船でこう行って、うん、
で御座で降りて、はい、もう本当、まあ、行きたい、もう一回行きたい、うん、でも伊勢神宮もね時々はね、はいはい、行きましてね、はい、伊勢神宮でもあの農業の伊勢神宮の中で農業の講演もね、あ、させていただいたり、あ、それは素晴らしいですね。この前あの伊勢神宮で、はい、農業の担い手問題というのをお話しさせてもらってましたがね、はいはい、私 の, あの近所の方が一番前におられるのちょっと気がつかなくてですね、はいはいはい、おお、なるほどなるほど、あの向かったの横の、そうそうそう、はいはいはい、に農業の担い手がね、ちゃんとね、うんうん、家継ぐようにせんといかんって言ったら、うん、後でおいちょっと来いと、 お前あそこの鈴木やないやろと、お前自分家の田んぼに松の木生やして何が担い手や言って、えらい怒られましたね。まあでも役割分担がありますからね。まあそう 思ってもらえるように、うん、現場でやってる方とやっぱりこう言論大学でやってらっしゃる方とこうそれぞれでね、チームでもうそう、うん、言っていただけるとね、うん、ちょっと、うん、あのなんていうか、いやそこは、ね、誰かが、だって鈴木先生がおられなかったら僕農業に対する理解がこんなに深まることなかったですよ。いやよく言いますよ、先生はもう私 の, あの師匠ですよ。年は10ぐらい若いけどね。やっぱりね、脳が基本だという、脳が元だということをね、うん、そうですよ、はっきり言ってくれると、そんなもの、あの農業やってる人もね、うん、あのすごくね、うん、この元気出るんですよ、うん、だからあのこの前ねその、うん、大規模稲作経営者の全国大会の時に先生講演してくださってじゃないですか。あの私がお呼びいただいた時コメンテーターみたいなのちょっと、はいはいはい、ご一緒させていただきました、はい、もう皆さんがね本当にねあの元気もらいましたって、あの時喋ったネタ全部鈴木先生初ですから、あれいや何もないですよ。あれはもうデータも私と違うのは、私の話聞くと暗くなるって言うんですよ。書いてる本も農業消滅とかね、このまま放っといてね、こんなに農業いじめたらねどうすんだみたいなことを言ったらね、いややっぱりマイナスのイメージ強くなる面があるでしょ。だからねやっぱりねこれだけ大事なものをね、うん、みんなでね、うん、頑張ってやっていこうじゃないかと、そうですよ、ね、支えるしね、やってる人がね本当にね、過保護だ過保護だって嘘つかれてですよ、うんうん、でなんか言われてますけども本当はね、先生も書いてくださってるように、もうだって先進国でも一番ね何もね、そうです国はしてないわけですよ、補助金半分から3分の1ぐらいですよ、うん、まあまあ、3分の1は大げさですけど、半分以下ですよ、そんなものどこ、G7 の中で最低ですよ、最低ですよ、で日本の農家さんだけは補助金が G7 の中で半分か3分の1で、うん、しかも関税は半分だとか、うん、関税は向こうの方が全然高いんですよね、うん、だから向こうの農家はもう関税は高いわ補助金は多いわ、どんだけジャブジャブやの、うん、お前ら、そうです、みたいな人と TPP で喧嘩させられるんですよ、そうです、ね、勝てるかですよそんなもの、本当本当、どうやって勝つのお前ですよ、もう煽っちゃうかと思いますわ、もうで補助金付けてね、うん、であの輸出補助金使い放題で、うん、どんどん安く売りつけてくるわけですからね、うん、で日本は輸出補助金も絶対使っちゃダメで、うんね、保護も一番なくて、そういうね保護付けのね農業競争力の農業に、彼らはなんか競争力がね、うん、あるからね輸出国になってんだってみんな言ってるけど本当は嘘で、いますよ、もう保護国家戦略として農業を武器にして、 それをねどんどんそれで世界をコントロールするんだと、そうですよ、いうことで攻めてくる人たちに我々はそれこそ竹槍だけでね、うん、竹槍だけで戦えみたいな、戦車乗って、もうなんかミサイル撃って、そうでも兵隊も多くて、でこっちはもうなんかおにぎり一個もないしもう、そういう状況なのに、うん、なんか日本が世界で一番過保護だからね、うん、競争にさらしてってね、うん、他の国のようにねあの、うん、強くならなきゃいけないと、うん、他の国は強いんじゃなくて全部補助金で強くなってんだから、そうそうそう、パワースーツ着てるんですよ、そうそうそう、こっちはもうふんどし一丁みたいな、そうそうそう、勝てへんみたいな、うん、そういうね本当の、ね、姿をね知らないで、うん、なんか ね日本農業がだらしないみたいなね、冗談やめろと、こんだけ保護なしでねここまでね頑張ってきて生き延びてる農家っていうのは立派なもんですよ、まさに精鋭部隊ですよ、そういや本当そうですよ、ね、これまでも頑張れたっていうことの、うん、その誇りをね、うん、やっぱりね私はねあの大事にするには農は国の元なりと、ね、うん、しっかりとみんなが意識できるように、うん、一般経済の先生が、うん、藤井先生とかが、ね、ちゃんと
言ってくれる人おると、うんね、で我々もそうだということで生き延びてきた農家の皆さんがさらに元気出してね、うん、特に今農業頑張らなかったら、うんね、そのウクライナ、ね、紛争もそうですけども、うん、もうすでにあれじゃないですか、うん、ウクライナ紛争の前から中国の爆買いとか、はいはい、ね、そうですね、でどんどん穀物価格が上がって、はいはい、日本が買い負けして、うん、なかなか入ってこないと、はい、それから、化学肥料や、の原料のリンとかカリも 100% 輸入ですから、うんうんうん、中国がなかなか売ってくれなくなって、うんうん、もう肥料作れなくなるんじゃないかって言ってた矢先に、ね、今度はウクライナとかロシアも大生産国なんで、小麦もそうだけど、小麦3割ですよね、そうそう、輸出の3割占めてるわけですから ね、 うね、もう本当に買えなくなってきてるんですよね。いや本当そうですよ ね、 だから その時にですよ、うん、農業過保護だから強くするために、頑張って、なんだもう外に攻めていくしかないんだとか言い始めて、バカです ね、 ね、輸出5兆円にすればいいとか ね、 アホですね、 IT 農業デジタル化進めればね、うんうん、バラ色の未来があるってね、うん、まずその前に、うん、国内国民にどうやって食料をちゃんと供給できるのか、うん、体制整えなければ、うん、日本人もう飢えるんだと、そうですね、ね、その安全保障の要のね、うん、そうですよね、食料を誰が作るんじゃと、本当そうですね、いうことを今こそ言わなきゃいけないのに、うんうん、岸田政権になってね、先生も全然やっぱり変わってないんじゃないかってね、うんうんうん、言われてたけども、そうです、新しい資本主義とかね、経済安全保障とか言って、うん、なんで食料自給率の話が出てこないで、うん、食料安全保障の話が出てこないで、うん、経済安全保障とか言って ね言ってなんか金があれば買えるとかね、もう金あっても買えねえんだ、うん、買い物ねえんだ、バカじゃねえかみたいないや、これがね本当あの、まあ、菅政権ってもう新自由主義バリバリの政権だったりね、うん、あるいは小泉さんだとか河野太郎さんがね、うん、まあ、そういうのをやってる、まあ、安倍さんもそうでしょうけど、そうですけど、うん、まあ、新自由主義的な人がね、まあ、そうするんだったらこれも絶対良くないけど、うん、まあ、しょうがないという、うん、まあ、まあしょうがなくもないんだけど、うん、で何が言いたいかというと、保守本流を掲げたのが岸田文雄さんなわけですよ。で新しい資本主義といい、うん、新自由主義からの決別といい、うんうん、それで経済安全保障という、うん、一応ね、ご託自体はね、うん、立派なこと言ってるわけですよ。いいですよね、すっごいそれだけ聞くとね、なんか期待しちゃいますね、頑張れ頑張れ、うん、と思うんだけど、うん、蓋を開けてみたら、うん、今まで官僚どもがやってたことをそのままやっとるんですよ、うん、聞く耳どんだけやんねんと、ね、でなんで俺らの話聞いてへんねんお前と、ね、そうですね、これはね、僕はね、なんかある意味ね、あの菅さんだとか小泉さんとかたちよりもね、立ちが悪いと思う。だから保守本流な顔してね、ね、やるかのように、ね、うん、言っといて、で何も言ってもわかんない、うん、田園都市がなんでデジタルやねんお前と田園都市やったら最初お前普通の農業やろお前っていう、うん、まあ、もちろんね、農業にこう IT を使うだとかドローン使うだとか、うん、AI とか、まあまあやってもいいですよ。必要な部分もね、まあ、当然それやってったらいいけれども、ありますけど、田園の都市だったら、たーって買い取るやんけ、うん、お前と、うん。なんでそこ農水水をちゃうねん、うん、お前と、うん。なんで経産省的なデジタルの方が。いや、そうなんですよ。どういうことやねん、お前。いや、ああいうの全部経産省がもう、のにな、あの流れて、その企業が儲かるようなね、政策に結びついてる嫌いが非常に高くて、本当に農家をね、うん、そに頑張ってもらう。うん、じゃなくて、うん、農家はもういなくなってもいいぐらいのね、うん、いや本当そんな発想なんですよ、ね、うん、なんかデジタルでみんなね、うん、あの自動化すればね、うん、あとは全部それで最適化してね、ね、農家にやめてもらって、その後投資家が儲けられるようなね、うん、デジタル農業を入れればいいみたいなことを、まあ、ビル・ゲイツさんなんかもアメリカでも始めてますんでね、うんうん、そういうような流れにつながってるようなところもあってですね、ほとんどなんかこうサイボーグみたいなもんですよね、人間で言ったら、もうなんかここだけ残っちゃうと全部機械にして、もしかしたらもう何も嬉しい、人と手つないだ時のぬくもりも何にもなくなるし、うん、その母親に抱きしめられた時の感覚も何にもない、ここだけで考えてお前ずっとネットフリックス見とけお前みたいな、そうですよ、ね、生きててどうすんねんお前みたいな話に、地域もないわけですよ、コミュニティもない、文化もないわけですよ、そうそうそう、でこれ我々思想的にはその認識と、まあ、身体とこう呼ぶわけですけど、うん、実は認識、この思考というものと身体って手触りだとかっていうものは、うん、もうコインの表裏でもう離れられないんですよね、ああ、うんうん、でもう話したとしてもこっち側に表と裏ができて、うん、だからもう身体と思考というものは、うん、認識というものはもう絶対離れられないですよ、うんうん、でだからね、その国土、うん、この国家を作るときに国土を無視するっていうのはね、うん、これはね自殺行為そのものであってね、あのいわゆる
強靭化の、あのマッドネスの方の強靭化なんですよ、はい、でそうじゃなくて身体性を取り戻すのがあのレジリエンスの強靭化であってね、うんうんはい、もうこのままの、ね、日本の新自由主義だとか、あの、うん、経産省的なね、うん、あるいはその経済理論的な認識論だけ、うん、いくような話っていうのは、うん、身体性を喪失してそのマッドネスの意味での強靭化にならざるを得ないんですよ、うん、でこれはね、まあ、あんまり言うとその、まあ、師匠にはあんまり言うのもよくないですけど、うん、やっぱりねそれはね戦後の西部進先生たちをはじめとした保守論壇においてすらその傾向があってね、地方のなんかコミュニティだとかなんだとかって言ってる割にね、その脳と土木っていうことについてほとんどね議論したことがなかったわけですよ。それはねやっぱりね保守思想としても根本的に間違えてると、うん、いうことをずっと僕は思ってたんで、うん、でクライテリオンを始めるときにはもう絶対脳と土木入れようと、うん、と思って、それで農業様にお話を持っていったわけですよ、うんはい、いや今スポンサーいただいてありがとうございますっていうことなんですけど、でも保守本流ってね、うん、そう保守であればですよ、そう脳と国土ね、うん、もうこれもうこれが なかったらおかしいじゃないですかね。何を保守したいねお前っていう、ね、だって脳と国土がなかったら皇室もないんだから、 そんなものなんかもう皇室がどっかのなんかあの USB か中に入れてデータで当たってしょうがないんだから、うん、そんなもの大乗さんだって、ね、その秘義が伝わってるから、うん、天皇令があるのかどうか分かりませんけど、うん、まあ天皇令的なものになってるわけで、うん、その空間がないと何もないんですよ皇室だって、ね、そんななんでこれが分かんないって僕は思います ね国土を守ってね、うん、国をね、うん、祖国を守り、うん、国民を守ってこそ、うんね、その土台を守ってこそね、うん、全ての経済も成り立つわけだから、うんうん、そうです、その土台をね議論しなせずして、うんうん、何がねうん、企業の儲けだと、そうですよ、うん、意味ないですよ、意味ないですよね、そんなものだから飯食って生きてなんかだけなので生きててどうすんねんみたいな話ですから、うんうんうん、さらに思いますのが、まあ、今回脳の方々にいろいろと国は脳の元なりシリーズでいろいろとアプローチさせていただいて、うん、なかなか書いていただけ、うん、書いていただくたくさんおられますけどね、うんうん、あのそれと僕がやっぱりそのいわゆる国土の土木とかインフラ政策の方の学者さんとかいろんな方見ててすっごく共通点あるなと思うのは、皆さんね寡黙なんですよね。あのちょうどね経産省的新自由主義的平蔵的なものの正反対なんですよ。でそこでねバーって言われても、まあ、確かに一理あるな、もう何言われても一理あるなと思って全部引き受けて、それで土木事業やったりね、で農業やったりとか、もうおしんは真の辛抱のおしんは辛抱の真みたいなね、こう本当ねそういうところがあって、でだからね今回もやっぱりなかなかこう執筆いただくの難しかったんだろうなと。で実際土木でもそうなんですよ。そうね、今回その表現者クライテリオンで書いていただいてるお二人っていうのは、うん、あの土木の世界には大きく分けて水系と道路系ってあるんですよ、うん、で水系の最高の論客が、うん、竹村先生で、うん、道路系の最高の論客が大石先生で、このお二人、うん、二人とももう事務次官になっても全然不思議じゃないぐらいの局長やってた、うん、もうカリスマ的なご年配のすごい、うん、もう化け物官僚でした昔の、うん、今のピーチクプ官僚じゃなくてもう化け物官僚だった時代の、うんまあ、最後の化け物官僚たちでね、うん、ぐらいしか語らないんですよ。でね、僕はね語らない、まあ、うちの父親なんかもずっと寡黙な男ですけど、電力のバタの、まあ、電力もそういうとこあるんですけど、うん、なんかねそこでねそれがね、男は黙って札幌ビールって言ってたわけですよ昔は。だから男は黙ってることが美しくてピーチクパーチク語るのは恥ずかしいっていうのがあったんだけど、それに乗っかられてるんですよ僕らが。で昭和43年の僕としてそういう先人たちがね、うん、寡黙な男たちが血祭りにやってるのを見て もうムカムカ来てたんですよ、うん、でもうあしゃこる言葉でことあげしたろうと、うん、言ったろぞほら、うん、という気持ちがすごくあって、でそれね土木の中でそういうことを言い出したわけですけど、うん、杉先生もこう論客として、いや私も寡黙、私は寡黙ですけどね。いや全然寡黙じゃないですよ。寡黙だけども、で私もなんか誰か言わなきゃいけないと思って、いやもう本当そうですよね。ここでね、うん、このままねぐっと我慢してね、うん、やられっぱなしでいいのかと、うんねうん、みんな思いは同じなんだけど言わないんですよ。そうなんですよ。ぐっと我慢してねコツコツとね、うん、そうでしょ、辛抱強くやってると、うん、ね
遠慮したり我慢したりするじゃないですか。そうですよね。ね、みんなね、うん、研究者もそうだけど。うん、うん、そう。で私はねだからそういうね喋ったりね、うんうん、テレビとかも本当、うん、あの苦手で大嫌いで、うんそうね、だって人に会うのも嫌いだったのに。いや僕もそうですよ。そんなことない。いや本当そうですよ。僕はもう京大に入って大学に残ったのも人に会わないためですよ。人が嫌だから。いやもうだって嫌なやつと会うぐらいだったらずっと研究してた、まあまあね、本読んだりとか音楽やったりとか、うん、あとドラクエしたりとかですけどもうとにかく人が嫌だった。うん、だから京大で研究者になったのに、うん、土木だから会わなしょうがないから、うん、もうなんか流れ流れでこんなことになってるんですけど。いやいや本当ね、先生が立ち上がって似てますね、うん、そういうところもね。そうもう本当に嫌なんですよそんなもん。だって、ね、TPP の時はもう本当にね、いやだってあれこれをねこのままほっといていいのかと。あれ戦争だったですから ね、 ね、だって侵略戦争だったわけ で、うん で、 ねうん、そこね、だからそこはね、うん、もう覚悟を決めてね、うん、そうですね、うん、あので出れば叩かれるし大変じゃないですか。どっちからも叩かれるんですよ。あれそんなことないです。僕はもう僕がテレビに出た時後ろからむちゃくちゃ批判されましたよ土木会館。ああなあいつ裏なんかこう絵描くしとるんや、うん、いつみたいな、ね、なるね、すっごいありましたし。いやそれあるある。でこっちが出てもこっち側で当然戦いますし、当然そのね前からはね銃弾が、ね、飛んでくるし、後ろからも戦う、後ろからもね、もう仲間はもううちで飼ってる犬ぐらいですよほとんども。いやそのぐらいの思いで ね、 いでね、いや私もねかなり辛かったですよ。だからそうですよ ね、 そうですね、いわゆるそう後ろからもねいろいろ言われるわけですよ。あるんですよ、ね、だって鈴木先生もそうだと思いますけど、僕もそうですけど、うん、学会大学の中で粛々と、うん、その中でやるべき仕事をし、うん、ゼミなり授業なりやり、うん、そして学会の中でそれなりに業績を、うん、でしっかり貯めて、うん、で学位論文なんか指導してやって、うん、でそこでテレビなんてそんなとこ出るはず、インターネットなあほな YouTube、 いや YouTube のなあほな、ね、我々学者なんだからって、うんいう感じですからね、はいはいはい、大学 は、 そうなんですよ、はい、でも僕が先ほど申し上げたようにそうやって黙ってるから国はここまで潰れそうになってたの、うん、だから、うん、だからあの僕が最初に言葉したのはコンクリートか人へということを民主党が言った時に、うん、いや我々やっぱりインフラのことをやってるんで、うん、それはもうここで黙ってたらもう男が、うん、っていうかね、スタールというか、うん、っていうかもうこれもういやいかなしょうがないやろという局面があったわけ、うんですし、うん、あとその少し後にあった 3.11 ここで行かへんかったら、うん、俺らの税金もらっておまま食わせてる、うん、もろてる意味がない、うん、人生として恥やろって、うん、この2つが大きな契機だったんですけれど、うん、その直後のやっぱ TPP っていえば農業の方、うん、あの鈴木先生にとってやっぱ多分同じ役割を果たしたんだろうなと思いましたね、うんうええ、もうはい、うん、もうここでね、うんうんやらなければ、うん、これはねに日本を守る、そうです ね、 ね農業を守る国民を守る、うん、そうですよね、ために誰かが、うん、あのや言わねばならないと、うんうん、そうですね、いう思いは、うん、なぜかあったですね。そうですね、うん、だから NHK じゃないですかね最初 NHK の、あの頃は NHK も随分出してくれたんですよね。そうですよね、うん、なんか最初にご一緒したのが杉さんと僕と、もちろん誰か忘れましたけど、うん、なんか3対3でね、新浪さんと、そうそう、キャノングローバルなんとか の、うん、の山下和也さん、そうおったおったもうもう女性でね、女性でいたかな、なんかビーチクバーチクいうようなやつ、そうあのなんとか会議とかのね、あそう、うん、なんかまあまあそんなんおってね、ねそうで、でそれでこう、うん、で金子勝先生とかね、そうだそうだ、そうでした、こちらはね、そうでした、まあね、うん、まだあの頃は3対3ぐらいでね、うん、まあ、あの NHK の司会者の方はどちらかというと、うん、あっち寄りだったかもしれませんけども、いやあっち寄りでしたよ、でも、まあ、まだ一応時間1分ずつだとか、うん、そう数だとか、うん、司会は向こうにこうおもねってるというかシンパシーがあるみたいだけど、うん、俺でも話す機会があってね、そうそうですよ、ね、うん、なのであのでも番組によってはね、うん、あの2対2とか言っときながらな、解説者も ね、 ね、司会も全部 ね、うん、あのね、あの賛成派の方 で、うん、でね、例えば、うん、私を叩くためにね番組仕組んであったりとかね、そういうことしおるんですよ、そういうふうな番組も、ね、そういうことするんですよ、あったし、うん、で分かってるからね、うん、で、そうですね、でもね、そのだからといって出ないと誰も言わずにね、うん、そうです、ここで誰も言わなかったらどうするんじゃと思うと、そうですよね、行くしかないなと、行くしかないですよね、いうことでね、そうですよ、もうそういう思いだったし、農業についてはねまだ十分に知識もない時ですけど、うん、ものすごい勉強しましたけど、いろんなことあの時勉強して、でテレビ出てましたけど、うん、一個だけねこの番組出て本当よかったなと思うのが、あの
NHK かな、宇藤由美子さんの番組あったじゃないですか。あ、おはよう。あ、おはようのなんか、あのね、朝の番組ありますね。朝の番組、ええ、あれにね、TPP のなんやかんやでドンパチやった頃に出てくださいって言われてね、あ、いいですよって言って、で相手誰ですかって言って、山下何がしですと、不足なしと、もうまあ何回も手合わせしてますけど、もう行くぞと、ほらもう行くぞと、もうその頃何回かマッチした後なので、それで行ったんですよ。で最初は番組が始まる時には、まあみんな TPP 賛成なんですよ当時。なんかこうアンケートすると、それでバーってね、すっごく公平にやってくれたんですよ。決して僕を上げようとするわけでもなく、公平に言ったことわからなかった、どういうことですかって。あの時アイドルの子もなんかいたのかな、ジャニーズかなんかの、どなたか僕分かんなかったですけど、有名な子なんですよね、その。でこうずっと話をしてね、で星はね、明らかに向こう嘘ついてますから、我々からすると根拠のないことを言ってたりとか、矛盾のあることを言ってるので、こちら側が言うと、向こうの言ってることは宇藤さんとその方は分かんないんだけど、僕が言ってることは、ああこう言ってはりますけどどうですかって、これで、なんか言うんですけど、ちょっと分からへんみたいなそういう雰囲気になる。こう普通の人は向こうの言葉届かないんですよ、あれ。大体僕らの司会ってインテリがやるじゃないですか、そしたらこいつらインテリに合わせて喋っとるから、どうしても向こう勝つんですよ。で僕らはこう日常会話してるじゃないですか、でほんまにほんまのこと思ってるから、いやちゃうんですよこれ、ほんまこれこれこうなんですよみたいな話してるので、普通の人たちにはね、もう10対0ぐらいで伝わるんですよ。いや特にね、藤井先生は誰でも負けないですよいや藤井先生ぐらいの論客であればね、いや私ももっと出てたんだけど、私はねどっちか言うと結構負けるんでなので、まだそれで怒られるわけですよ。お前なんであそこでね、ああ言わなかったんだって。あれだってねそんなもこっちは尺30秒しかない時ですよ。そうそう、結構、言わなあかんことだって4つ5つバッと思うわけで、嘘ばっかりついてるから向こうは、でそのうちの1個だけ選んで、しかも言い方選んで、そのうちのここだけ言うとかで、4つぐらい言えないんですよ、で1分ずつだから、それやってみろお前と思いますよね。そうで、あの番組はね本当で、最後にアンケート取ったらもう完全に逆転して、もう賛成派がほとんどいなくなって、そのアンケートでは反対派ばっかりになって、すごいですね。だから藤井先生のね本当力はね重要なんでね、まあ、ずっとだから続けてくださってるけどね、今もねテレビラジオ、いろんなメディア含めて ね、はいはい、語ってくれてるじゃないですか。だからね本当お願いします。いやもう農業もっともっとこれ広げてね。いや本当そうですよ。だって僕の根本的な思いに農業大臣決まってるやろと、農業ないがしろにするやつは人じゃねえ、もう破れ傘当主な気持ち、叩きてやらですよ、もうそれですよ、ほとんどもう桃太郎侍ですよ、ほとんどね。それでその番組終わってから某スタッフからね、長文のメールが来て、すっごいよくわかりました、先々今日出ていただいて本当に良かったですって、ね、そんなわざわざそんなすごい丁寧なメールいただいて、本当に彼女よく分かったんですよね。すごいですね、でそれでなんか僕ねいつもテレビで出てる、あ出てはるって思うこの人ええ人やで、ね、この人、あこの名前はなしでこう、今ぐらいでこう名前だけ出ないようにしとけば、ね、あれですから、ね、彼女もそれ言われたくないかもしれないし、いやいやでも、いや素晴らしいですね、本当にそういうじゃん、やっぱり人間ですから、心でこうつないでってね、そこですよね、うまくこうできたらいいな、そうですね、と思うんですよね。だからねそこでね、心が通じるような話をね、してくださるから、やっぱり心で納得できるんですよ。やっぱりね妙なね妙ちきりな理論をね振りかざしてみてもね、マンデル・フレミング理論が、ね、嘘ばっかりやろお前効率性仮説中立性仮説が知っとるわいや大体彼らその知ってる知ってる俺これ知ってるヒヒ攻撃ですからね、梅しれえのヒヒとか、ほかの知っとるわで、ね、そういう意味でキャツラと戦う時は、むちゃくちゃ知っとかなダメなんですよね、バカにしょるから、でそこで負けたら負けたってことになっちゃうのが、だからもうそこはもう彼ら以上にその経済学も心理学も社会学も民族学も知っとかな語れへんと思って、こうなってもう
あれですからね、あのオクタゴンみたいなもんですから、あのアルティメートファイティングチャンピオンシップUFC っていう、そのバリトゥーズのね、うん、大会のそのリングみたいなもんですから、うんうんうん、そ何でもありのリングですから、ね、からそこはちゃんとやっとかなあかんなと。 で最後はやっぱりこう折れたらあかんっていう、うん、根性もあったらしいんですけど ね。いやもう全部備えた上でね、いやいや、で行かないとね、行かないといけないですからね、うん、だからそれでよく本当出られたなと。いや私はね、理論武装は不十分なんですけども、ね、いやいやもうすごいですよ。あとはもうね、ちょっとね気持ちだけですよ、気持ちでね、やっぱり、ね、うん、少しでも伝わればというところでね、藤井先生のようにはいかんけど、まあやっぱりね、その思いは同じということで、ね、そうです ね、これからも頑張っていかんとあかんですよね、頑張っていきたいですね、うん、こう今もうそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたですけど、まあ、この時局の中でね、やっぱりこれだけは国民に知っておいてもらいたいなっていうのは、例えばどんなところが今終わりですか。今ですね、うん、やっぱりもうさっきも言ったように、うん、ウクライナ紛争もあって、うんうん、その前からね、もう物が入ってこない、買い負ける、うん、ね、肥料も作れないかもしれないと、うんうん、種も入ってこなければね、うん、野菜も作れない、うん、ね、卵もね、餌入ってこなければ生産できないというね、いう状況が目の前に来てんじゃなくて、もう本当にもうそうですね、来てしまってるという、目の前に来てるんじゃなくて、今やられてる最中ってことですね、どこまで来てるんだから、うん、そういう中で自給率カロリーで 37% ってもう終わってますよね、終わってますね、それだけじゃね、うん、我々本当にもういつ植えるかわからないという現状まで来てるということの現実を認識したら、輸出5兆円とか、ね、スマート農業頑張れば夢の未来があるなんてね、うんうん、言ってる場合じゃないと。それに、ね、ね、米が、ね、うん、食べられない、ね、人が所得が減って、うん、牛乳も乳製品も食べられない人が増えてコロナで在庫が出てるのに、うん、余ってんだから米作るな、牛乳絞るなって違うだろうと。そうですね、なんで今の状況で生産者がね、がっかりするようなね、うんうん、作るなんじゃないでしょと、うん、今こそ作って、うんうん、人道支援で、うん、国内の人も助けて世界も飢えてんだから、うん、助ける、それが日本の ね農業の貢献でもあるわけだから、うん、そのための、ね、だ作らないために金出すんじゃなくて、うん、今こそみんな頑張ってね、生き残ってきた農家がね、結束して、ね、国民をね守るぞと、ね、 ね、そのために政府はその需要創出ですよ。そうですね、需要をしっかりと作るところにしっかりお金出せばいいわけですよね。そうですね、需要を作る、それが全ての基本なわけですから、うんうんうん、そのためになぜ、ね、もっと財政出動しないんだと、うんうん、そうですね、他の国は米が今年みたいに1俵9000円になっちゃって、1万2000円どうしても必要だったら、アメリカはその差額を ね、うん、そうですね、1兆円使ったって出すわけですよ。そうです、絶対出しますよ、ね、日本でやるなら700万トンぐらいに補填するだけなので、うん、3500億円で済むわけですよ、うんうんうん、で学校給食で子どもたちをね、まず守るために、じゃあ政府が公共調達に変えて日本の農産物を、ね、出口をしっかり作るのに、うんうん、じゃあどんだけかかるかというと5000億円ですよ、うんうんうん、それだったらね、ちょっと予算組み替えれば安全保障予算としてね、うん、絶対にできるじゃないですか。そうですね、ね、そういうふうな他の国が当たり前にやってる、ね、そうです、政策を本当にね、脳は国の元なり で取り戻してくださいと、一刻も早く、本当そうですね、それで頑張ってる農家はね、うん、結束して、うん、じゃあ俺たちもっとやるぞと、うん、消費者の皆さんもね、一緒にやろうじゃないかと、うん、俺たちも農業手伝うよと、そうですね、ね、うん、そういう流れを今作んなかったら、そうですね、ね、いや本当いつやるんじゃ、なくなってしまいますよ、ね、本当にね、そのね、だから、うん、先生言われてる脳は国の元なりの、うん、ね、その一番 その、基本を今こそかみしめて、そうです ね、行動を起こす時だということをです ね、うん、みんなが、ね、そうですね、あの、うん、一緒にやろうじゃないかと、うん、いうことをです ね、うん、ですね、ぜひご理解いただきたい、ね、ね、それがしっかりできればもちろん食料自給率も高まるし、うん、で食料自給率が高まると、今海外の農産品を買うことを通して、石油みたいに取れないものじゃなくて自分で取れるものをわざわざ舶来も外国のものを買うことを通して、僕たちのキャッシュを垂れ流してるわけですよね。 でそれがものすごい経済マイナス効果をもたらしてるわけで、うん、マクロ経済的にって輸出輸入が増えるっていうのは、これはもう逆財政政策そのもの、はいはい、
ですから、それがすごいデフレ圧力を与えている一方で、自給率が高まるとそれは内需拡大になってきて、でそれがもうだから輸入自国のものを使うだけで財政政策毎年輸入品が全部がどうか分かんないですけど5兆円とか10兆円とかの財政政策を日本人が勝手にやってるのと一緒ですから、だからすごいデフレ脱却圧力、経済成長圧力になるわけだし、でそれを通して国土がね、きちんと農地が整備されることを通して保水性も高まるし、で土砂災害とかそういうこともこうなくなる、林業なんかも総合的に考えると国土そのものが強靭化されてね、財政政策なんて全然やらなくったって、もうそれこそ台風だとか洪水だとかに対して抜本的に強い、そう グリーンダムなんてね、緑のダムなんて言い方がありますけども、保水性も高まってね、もう財政政策をやらなくてもものすごく強靭な防災施設が出来上がるわけで、かつそうやって出来上がった田園風景というものは人々の心にものすごく美しいものとして響いて、それこそ鈴木先生が農学部に行かれて、そして日本のために戦わねばならぬと思うようなお子たちがその農地でたくさん生まれてたくさん育つんですよ。いいことしかあらへんがなと。これをたかなか年間1兆か2兆円ぐらいの発射金でできるわけでしょ。やっとけよ、おいおい岸田君、おい岸田聞いとるかというふうに ね、その循環を取り戻せば、さっきのね、あの自然を使っ、ね、エネルギーを使った循環でね、回していって、全てがうまくね、あの自然環境も、あの人もみんなが幸せにね、まあ、していける世の中が、国土ができるわけですからね、そこを取り戻す、そうです ね、ぜひそのためにですね、はい、また一緒に、そうです ね、頑張りたいですね、はい。まあ、今回本当にたっぷりと第1回にふさわしく、鈴木先生に脳を語っていただきましたですけども、全く語りきれてないはずですから、もう2回目3回目もう何回も出ていただいて、ずっと長寿番組していきたいと思いますから、ぜひこれからもよろしくお願いします。先生に頑張っていただきたいんで、藤井先生と一緒に、じゃあ、はい、ありがとうございました。どうも皆さん、どうも長い間付き合っていただきましてありがとうございました。またぜひ第2回目もご覧ください。ありがとうございました。